イン、レーズン、リンゴ、パイン、イチゴ、パイン、マンゴー、レーズン、パイン、マンゴー、イチゴ、パイン、パインゴロゴロ、果実ゴロッと朝から満足、ゴロッとグラノーラ。木村ひなさんにご登場いただきましょう。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。撮影現場どんな雰囲気だったですか？撮影現場とにかくこうクリエイティブというか、それぞれの分野 の、 一番こう得意なところを生かしますっていう意気込みがすごくて、私もこうその作品の一部として持てる技術を全部出さなきゃなって、そんな気持ちに入った時からさせられました。撮影の方法、間近でご覧になっていかがでしたか？吊るされるんですよね実はそのストップモーション、うん、という方法で撮影をしていて、なんて言うんですか、洋服の下全部なんて言うんですかね、あれ吊るす道具、ワイヤーと、そうなんです、ワイヤーで吊るされる用のその、なんて言うんだろう、ちょっとわからないですけどベルトみたいなものをつけての撮影だったんですけど、それで吊られて揺れたりなんだりってするわけではなく、さらに筋肉を使って止めてなきゃいけないので、全部をちょっと大変でした。大変そうですね聞いてるだけでさてさて、木村さんのドラマやテレビでお忙しい日々をお過ごしかと思いますが、最近何か印象に残ってるお仕事とかってありますか？つい昨日、うん、ドラマが一つ終わりまして、それが初主演ということもあり、うん、緊張していたり、ご背負うものの大きさに投げ出してしまいそうになる 時もあったんですけど、皆さんに支えられて無事やり遂げることができて、今やっとほっとしているところですほっとしたところで、休日などはどんな風に過ごそうかなとか予定はありますか？まあ一つ終わったらまたすぐ次なので、うん、こう何とも言えないですけど、うん、とりあえずは日々なんだろう、溜めてしまっている家のこと掃除だったり、なんかいろいろそういうこと全部やって、こう全部きれいにして心機一転次の作品へっていう流れに休みの間にできたらいいなと思いますけど。共同通信です。木村さんにお伺いしたいんですが、はい、釣られたのはこれまで経験があるのかというのと、あと釣られてる時はどういうようなその気持ちだったのか、心境だったのか教えてください。釣られたのは初めてですご覧になっていただいてご存知かと思うんですが、それぞれ一粒一粒も釣られてるんです。その一つを動かしても成立しない CM なので、そこから動けない、基本動かないんですよね。でも釣られたまんまだと筋肉の限界が来てしまうので、助監督の方が私の前に座ってくださって、背中に手を置いてくださいってそんな撮影風景もありました。